フリープはフォントエンジンを実装したオープンソースのライブラリーである。フォントラスタライズを中心にフォント関連の様々な操作をサポートしている。フリープはあくまでもフォント関連のライブラリーであってテキストのレイアウトやグラフィックスの処理といった上位の API は提供しない。またフォントの編集や追加もできない。しかしフォントファイルの内容へのアクセスについて 抽象化された一様で扱いやすいインターフェースを提供することでアプリケーションフレームワークにおける快レベルのテキスト描画処理などの実装が容易になる。トルータイプ、タイプ1フォント、オパンタイプなどのフォント形式をサポートしている。フリープのライセンス形態は GNU General Public License または BSD ライセンスに似た独自のライセンスである。 したがって、このライブラリーは商用化否かにかかわらず、任意のプロジェクトで使用可能である。ライセンスファイルに記された作者は、デビット・ターナー、ロバート・ビル・ヘルム、ウェルナー・レンバーグである。SFML などの他のライブラリーでも使用されている。フリーブスドや Android、iOS などのオペレーティングシステムにおける、フォント描画にも採用されている。ありがとうございます。